放送席、放送席、それでは勝ちました東京ヴェルディの高木監督です。今シーズン最多の4点を取っての勝利、振り返っていかがですか？そうですね、非常にこうゲーム自体も締まった状態の中で、やはり徳島というのは我々の下につけているチームだったんですし、まあ、緊張感もありましたけども、本当にこうたくましさを感じるようなゲームだったと思います。改めて主導権を握ることができたポイントはどんなところだったんでしょうか？そうですね、やはり第2クールに入ってからボールを動かすことが非常にうまくなったというか、自分たちの保持している時間が増えた中で、中盤の選手がフレキシブルに動きながら、でトップの選手であったりとかサイドバックを絡みながらとか、本当にこういろんなパターンから点が取れるようになってきたなというのは感じてますけども、まあ、そういうところが今日のゲームの中でやっぱり良かったじゃないですかね。そんな中、大黒選手は2得点と大活躍でしたね。そうですね、やっぱり点の匂いがするようなエリアにいますし、非常にこうゴール前で動く回数も多いですから、やっぱりボールがこぼれてきたりとか、非常にこうやっぱ点を取れる位置に必ずいるっていうのがやっぱ彼の特徴だと思うので良かったと思います。それから川野選手と柿谷選手 あのサイドでの対決はどうご覧になりましたか？いや、僕は一つ楽しみにしてましたけども、やっぱ川野っていうのはフレキシブルに動きながらディフェンスもオフェンスもっていうところで自分の良さを非常に出していきましたので、ね、まあ、本人も多分意識はしてたと思うので今日のゲームは非常に良かったと思いますね。これで5連勝になりました。今後に向けて一言お願いします。いや、まあ、我々は一つ一つ本当に重ねていくことしかできませんし、また、次のゲームに向けて、休みを取りながら準備していきたいと思っています。改めておめでとうございました。インタビューを聞きましたが、津波さん、はい、やはりその手応えというのは監督自身が一番感じているようですね。そうでしょうね。本当に安定した戦いぶりで、監督が言われたようにいろんなパターンの攻撃というのが相手のディフェンスを苦しめた、そういう中でセットプレーや退場につながるようなプレーを引き出した、はい、そういうものもね、自分たちの力からのものですから、非常に今後の楽しみな力がついてきたなというのは監督も実感されてるんじゃないでしょうかね。そして監督自身もこの柿谷の影響もあって川野がまた一つ階段を上ったというようなプレーを今日見せました、うん、そうですね。今日は監督としても川野のその成長したプレー嬉しかったんじゃないでしょうかね。まあ、あえて厳しいことは言わせてもらいましたが、今日のところでは川野のプレーの方に軍配が上がったと。柿谷でもこんだけね J のリーグでねプロの選手がやっぱり1試合負けたところでこう涙を流せられるってね、はい、やっぱりそちらの部分いいじゃないですか。そしてスタンドのファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事2点を決めました大黒選手です。大黒さん、このサポーターの声援を受けて今どんなお気持ちですか？そうですね、もういつも応援してくれてありがとうございます、はい、今シーズン、大黒さん自身は初めての1試合2点になりました。そうですね、まあ、まだチャンスあったんで、ね、まあ、もっと入れたかったですけど、まあ、もっと入れるように練習して得失点差も、ね、まあ、詰めれるように頑張ってやっていきたいですね、はい、まず1点目は、セットプレーから素晴らしいボールが来ましたね。そうですね、レアンドルがね、いいボールくれたんでマーク外して、まあ、フリーになれたんで、ね、あと合わせだけだったんで、まあ、レオのおかげですね、はい、それから2点目は、サイドチェンジからいいクロスも入りました。そうですね、まあ、こぼれ球やったんですけど、まあ、反応して、まあ、相手焦げてたんで、まあ、あと早くシュートして、まあ、入ったんでね、まあ、こっちのボール側でね入れてみんな喜ばしたかったんで良かったです、はい、喜ばしたいといえば暫定ではありますが得点ランキング15点でトップに立ちました。まあ、そうですね、まあ、単独でね1位になれるようにやらなあかんし、それよりもやっぱり J1 上がることが、ね、一番大事なんでね、これからも頑張りますんで、みんなの応援が必要なんで、みんなもっと応援してください、はい、みんなの、ね、応援がという話、そして J1 というコメントもありましたが、栃木の後は甲府との直接対決もありますよ。そうですね、まあ、絶対叩き潰して、はい、絶対勝つんで、来れる人はまあ、ウェイやから、まあ、相手の周囲になるから別に本でもいいですけど、まあ、スカパーで見てもらってホームでいっぱい来てもらって、はい、応援してもらえるように頑張ります、はい、改めて今日のヒーロー大黒選手でした。ありがとうございました。続きまして平本選手にもお話を伺います。改めてこの大声援、どんなお気持ちですか？そうですね、まあ久しぶりだなって感じですね。
ちょっと謙遜されてますが2試合連続ゴールです。まあちょっと点を取るとまたちょっと取れないっていうのがちょっと悪い癖なので、まあ大黒さんみたいにもっと貪欲にゴールを狙っていきたいと思います。ずっとずっと一緒に戦ってきた飯尾選手が、平本さんは1点取るとあっという間に10点取れるというふうに話してますよ。まあまだ2点なんで、まあもうちょっと簡単なのを決めるようにしていかないと、まあ大黒さんみたいにならないなって思います。最後にチームのことも伺いますが、これで5連勝になりました。絶好調ですね。そうですね、まあ勝ちは気持ちいいですし、まあいいところで大黒さんが決めてくれてるんで助かります。大黒さん、大黒さんというお話ですが、サポーターは平本選手にも期待していますよ。そうですね、まあもっと大黒さんに近づけるように頑張りたいと思います。大黒さんとのツートップでこれからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして川野選手にもお話を伺います。やりましたね。はい、試合振り返っていかがですか。まあ疲れましたね。でも点取れてよかったです。嬉しい嬉しい。今シーズン2点目になりましたが、あの得点のシーンを振り返ってください。まあこぼれてきたのを決めるだけだったんで、まあ良かったです。こぼれてきて、こぼれてきてというお話でしたが、だいぶゴール前への意識というのも出てきているように見えるんですが、いかがでしょうか。もう点取りたかったんで今日は、だからもうゴール前にどんどん行こうって決めてました。今日はという強調したお話ありましたが、柿谷選手との直接対決、ワクワクしましたよ。まあ絶対負けたくなかったんで、まあ守備もしっかりやって、まあ点も取れたんで、まあ勝ちですね。これでチームが5連勝になりました。サポーターは10連勝期待していますよ。いや今負ける気しないんで、まあこのまま勝ち続けて J1 に上がります。川野選手にお話を伺いました。ありがとうございました。それでは川野選手、そして大黒選手、平本選手のインタビューでした。以上、大黒選手、平本選手、川野選手のインタビューをお送りしました。さあ津波さんあのインタビュー聞きましたけども、それぞれが特徴あって面白いですね。なかなかね。そして川野選手はやはり相当意識してましたね、柿谷選手を。本当ですね、もう鼻息荒かったですよ。そして今日のヒーローの3人に金メダルが授与されました今日はこの2016年のオリンピックの招致のイベントも行われていましたが、松木さんが、松木さんからのこの金メダルが大黒選手、平本選手、そして川野選手の3人に授与されています。今日2ゴール大黒、そして日の丸もありますが、やはりこのヴェルディのファンにしてみれば大黒選手を日本代表で見たい、そういう思いありますからね。そうでしょうね。また大黒選手が輝いている、ね、理由にやっぱり平本選手のパワフルなプレーが、はい、これも生きてますから、平本もともにやっぱそのぐらいの才能がありますからね。本当に、開花してほしいな、もっともっと。今日は原博美協会委員長も試合を見に来ていましたが、はい、その原委員長の前でこの大黒のプレーというのは印象に残ったでしょうね。間違いなく岡田監督にいい報告がいくんじゃないでしょうかね。そうでしょうね。はい、